こんにちは、アロマおばさんです。今回は、ローズの代用品として使えるパルマローザについてです。花の香りがしますが、イネ科の植物で花が咲く、前に収穫した葉を乾燥させて、水蒸気蒸留法で抽出します。別名が、インディアンゼラニウム、と言われ、ゼラニウム同様、ローズの精油と多くの共通成分を含有しており、ローズの代用品として、使われることがあります。主な産地はインド、コモロ、マダガスカルなどで、香りはフローラル系のバラやゼラニウムの香りに似た甘く優しい香りです。不安定な気持ちを沈め、明るい気分に高揚させる働きがあります。リフレッシュしたい時、頭の働きをクリアにしたい時に効果的です。仕事、勉強中の気分転換に方向浴で利用しましょう。解熱作用があるので、熱を下げたいとき、風邪の引き始めに、湿布などで利用しましょう。湿布のやり方、タオルをお湯または水で濡らし軽く、絞る。タオルを広げて精油を1、煮てきたらした後水またはお湯に、浸し軽く絞る。こういうウイルス作用と殺菌作用が、風邪の悪化を防いでくれます。胃の筋肉を強くし食欲を、増進させるなど消化器系にも、作用します。水分バランスと皮脂バランスの両方を整える働きがあるので、乾燥肌の方、加齢肌のお手入れに効果的です。作用は解熱作用、抗ウイルス作用、細胞成長促進作用、殺菌作用。米印妊娠6ヶ月以降から使用できます。ティッシュに1、2滴落とし、嗅いでください。米印日本では、精油自体を飲んだり、直接肌につけないようにしてください。一部直接使える精油もあります。洋服などについてしまった場合は、乾燥機にはかけないで天日干しか部屋干しにしてください。発火する恐れがあります。LINE、Twitter の DM でご相談いただければ、アロマおばさんが状態や症状に合わせた精油を提案し、きちんとした精油を買っていただくお手伝いができあなたのポストにお届けします。商品の購入時には、送料は数にかかわらず無料で、商品代金と振込手数料をご負担いただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に情報をまとめてありますので、ぜひご覧ください。